皆さんこんばんは。金曜日のベストメディアです。この番組の MC をしている有啓太です。今日は8月14日ということで専売特許の日だそうです。1885年のこの日に日本で初めて専売特許が交付されたそうです。ちなみに僕の専売特許は早口言葉です。東京特許特許早速今日の再生リストを紹介したいと思います。今日は劇団スカッシュがスキマ男の続編スキマ男2を公開したということで、スキマ男といえばホラーです。今回はそんなスキマ男2の公開を記念してホラーにまつわるベストな動画を全部で3本集めてみました。ちょっと今回は記念にスキマ男の写真を撮りに行きたいので、この番組はいつもより少し早めに終わらせちゃいますね。それとこの番組が面白いなと思った人はぜひチャンネル登録をお願いします。まず最初はテクノロジーに関するホラーなんですけど、皆さんは Google が新しく開発したディープドリームをしていますか？人工知能のことなんですけど、なんとその人工知能が動画を作ったんです。ただ先に言っておきます、悪夢のような2分間を体験できます。2本目は最近良くも悪くも何かと話題になりやすいドローンに関する動画です。突然なんですけど、皆さんはゾンビに対峙したらドローンをどう使って倒しますか？この答えは2本目の動画を教えてくれます。3本目はホラーに欠かせない要素といえばドッキリです。今日紹介する動画は日本で行われたドッキリなんですけど、人食い妖怪のオリババが呪術や鎌などを使って人々を恐怖のどん底に陥れてしまいます。以上3本が今日のラインナップなんですけど、この番組を始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。再生リストを使っている状態になるので、何しなくても動画は自動的に切り替わっていきます。それとこの画面の右上にはカードっていうボタンがあるので、そこからでもこの番組を始めることができます。皆さん再生リストを始める準備はいいですか？それではホラー特集のベストメディアのスタートです。